アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。人知は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。長殿ら本体が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿を守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公級にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるよう、各所を守る皆の奮闘に期待しよう。皆さん、家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。お、直虎、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに、敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまおう。なるほど。そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろと正面から来る勇気もない。腕輪の力、侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。面倒くせえ。正々堂々戦いたいところだが、今はこらえよう。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だがこれで時間は稼げたはずだ。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。ミストレス、ちんちん言われずとも分かる。ご中老にも恐らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。腕の差がありすぎる。この度の戦果、執着至極に存ずる。俺の腕見せてやる。邪魔だ。遅れるな。もっと楽しい。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば、必
ず耐えしのげよう。私は皆を信じている。そして何よりお主の采配をね。私ごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛光球にお任せを。おお、さすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。わきまえろ。その差がありすぎる。その調子、その調子。お呼びとは。この俺が相手だ。一緒に来い。もがしを。いつか返すぞ。お見事。全くの世辞抜きでそう申せます。俺の腕見せてやる。これで勝ったと思うなよ。やった。計算違いだった。敵の攻勢が止んだようです。門を開け撃って出るべきかと。待っておった。今こそ竜が天に昇る時よ。ペルセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。それは私にも原因があるから。私は利用されるとも知らず、メドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。わかりませんが、でもわかりました。ペルセウスさんは優しいんですね。そんなことは。君たちの方がよほど優しいと思う。敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。そうだ、普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい計画。突破口は足で開くべし。おや、ここまで乗り込んでくるとは。私の美しさが敵を引きつけてしまったようですか。そう、俺がやる。彼が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。華麗に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官を倒した。これで敵の足並みは乱れるだろう。本能寺を守り抜いたか。はい。預かりし要所、敵に渡すことなどできませんね。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。その調子、その調子。信長様が近づいています。おねね様、俺を行かせてください。ひろわざ、気楽すんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。秀吉様のもとには行かせない。俺が止めてやる。長ガチで勝負だ。やっか魔王パネ。我はその
ざるのかな。信長が相手になろう。気づかないだろ。遅れるな。承知しました。敵将奪いなる。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。みな、狙うは信長様じゃ。ほう、猿が来た。信長が可愛がってやろう。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。注目する。ダチョウ、会いたかった。今度こそ私のものに。こんな時に。みんな、反撃砲が助太刀に参りましたぞ。かなり目立ったよな。孫権殿の命によりこの呂氏名も参戦する。アテナが出てくるとは面倒だな。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。あれはスタノーマン。この世界に来ていてくれ本当に良かった。聖領の死に、私はあなたがいないと。なんという気迫。だが俺も引くわけにはいかぬ。覚えて、最後にお前の首を取るのはこの私。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。大変、みんなやられちゃってる。お前様、私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃる。でね、あいつらを頼んだぜ。敵士を奪いないで。今のわしじゃ信長様にはかなわんか。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。見事なる働き、天下無双の座教図。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の激に将兵の士気も上がっておる。はずで負けていようとも必ずや押し切れよ。おお、さすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。どれだけ愚行を重ねるのだ。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当に良かった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて、俺は漢技巧。影は薄いが、覚えててくれな。両使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしは孔幸福。どんな世界であろうと、殿のために戦い抜くまでや。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でも使えば敵の戦力を増やしてしまう。ペルセウスよ、ウヌに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただ
ゼウスは享楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在、ゆえにゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。一緒に鍛錬をしてきたよ。壊しちゃかわいそうだから加減しちゃった。僕はちゃんと強く。有意義な時間であった。かあ、面白い連中じゃった。